静岡県立大学薬学部学部長の石川と申しますこの動画では静岡県立大学薬学部の紹介をさせていただきます音楽の歴史は1916年に創設された静岡女子薬学校から始まり2016年には100周年を迎えました 前身である静岡薬科大学の開学も1953年であり既に70年以上の歴史がありますさて静岡県立大学薬学部には2つの学科4年生の薬科学科と6年生の薬学科があります洋学科とも薬に関わるサイエンスを学びます 大きな違いは、薬学科では卒業時に薬剤師国家試験受験資格が得られますが、薬科学科では得られないという点です。ただし、本学では所定の選択科目を履修することで、臨床検査技師国家試験の受験資格を得ることができます。これは、音楽の大きな特徴です。 国公立大学の薬学部で臨床検査技師国家試験の受験資格が得られるのは音楽だけです。両学科のリプロマポリシ、ー、学位授与の方針を簡単にまとめました。両学科ともスライドのように教養、語学力、倫理観を基盤にして高度な知識と技能、 独創性、問題解決力や高い臨床能力を身につけ自己検鑽により飛躍できる学生を輩出するべく教育を行っています。両学科とも学生は3年次後期から20ある研究室のいずれかに所属して卒業研究を行います。卒業研究では 最先端研究に参画し研究課題の設定研究計画の立案研究の実施そして結果の解析と考察を行うことにより問題解決能力研究能力を身につけます。4年生薬科学科のアドミッションポリシー入学者の受け入れに関する方針を示しました。 薬科学科では医薬品の研究開発で活躍できる人材の育成及び創薬生命薬学研究を担う創造力豊かな研究者や高度専門職業人の養成を目指していますそのため物理学化学生物学を基盤とした創薬研究や生命薬学研究に 高いい集中力で取り組めめる学生を求めています本学の薬科学科の学生のほとんどは4年間の課程を終了後2年間の大学院博士前期課程に進学します。また一部の学生はさらに博士後期課程に進学し博士の学位を最終的に取得します。 このような大学院と連携した過程により学生たちは研究者として世界に通用する実力を身につけます。本学では静岡県などの財政基盤に支えられ最先端高性能の実験・分析機器を多数備えています。学生たちは、これらの機器を実際に、 自分で使用して卒業研究を行います。次に、6年生薬学科のアドミッションポリシーを示します。薬学科では、医療現場で活躍できる人材の育成、および指導的薬剤師や指導,指導的立場の薬剤師や医療薬学領域の研究者の養成を目指しています。 そのため医療や薬物治療に対する問題意識を常に持ち論理的に問題解決へ向けて取り組む学生を求めています薬学科でも薬科学科と同様に3年後期から卒業研究を始めますがそれと並行して薬剤師に関わるいくつかの実習・演習を開始します 4年後期に行われる教養試験に合格した学生は薬局と病院で実務実習を行います。そして6年卒業時には薬剤師国家試験を受けることができます。薬学科では学生がより臨床能力や研究能力を獲得できるようにするため、草薙キャンパス,キャンパスには模擬薬局、 静岡県立総合病院内には最新研研究究機器をを備ええた研究室を構ています2021年には文部科学省ウィズ・コロナ時代の新たな医療に対応できる医療人材養成事業に採択されました本事業ではバーチャルリアリティ VR とシミュレーターを活用した実技教育を実施しています 学生は VR やシミュレーターの助けを借りて服薬指導能力やフィジカルアセスメント能力などの実践的な主義を習得しています。このスライドは国家試験合格率の推移を示しています。赤丸で示している本学の新卒者合格率は国公立大学の中でも高いレベルを位置しています。 研究系の薬学部で内容の濃い卒業研究を実施する中で高い合格率を上げていることは対外的にも高く評価されています薬学科を卒業した学生の一部はさらに高い専門性を有する研究者を目指し博士課程に進学します。トータルで10年間とと、なりますが、博士の学位と 薬剤師免許の両方を取得することができます薬科学科薬学科の両学科とも多くの学生が博士後期課程あるいは博士課程に進学できるよう音楽薬学部では独自の奨学金制度も用意しています音楽の卒業終了後の進路状況です 薬科学科の学生はほとんどが大学院博士後期課程に進学するためここでは博士転機課程を修了した学生の進路を示しています右のグラフに示しますように大学院修了後は多くの学生が製薬企業の研究開発職などに就職しています左のグラフが 薬学科卒業生の進路です。薬学科の卒業生は病院や薬局の薬剤師となる学生が約6割を占めますが薬学科でも製薬企業の研究開発職などに就職する学生が約3割いるのが音楽の特徴です。さらにに詳細な進路については、 音楽・薬学部ホームページでご覧いただけます。2012年以降の卒業生、修了生の全進路を掲載しています。さらに、就職先各企業のサイトへのリンクも貼ってあります。各領域で活躍する卒業生からのメッセージも掲載しておりますので、ぜひご覧ください。最後に、 入試情報をお示しします。入学者選抜は3種類あり、中期日程による一般選抜、県内高校を対象とする共通テストを免除する学校推薦型選抜、そして共通テストを課す学校推薦型選抜があります。それぞれの募集人員は、 右列のようになっています。なお、上の2つの選抜では、物理と化学の筆記試験を学力検査として化しています。まとめのスライドです。本動画では、静岡県立大学薬学部の歴史、薬科学科のアドミッションポリシー、 および特徴薬学科のアドミッションポリシー及び特徴充実した研究環境そして入試について簡単ではありますが説明させていただきましたこの動画が少しでもお役に立てれば幸いですご視聴ありがとうございました